お前が先手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、2段の方ですね。早速角道を開けて鬼殺し、鬼殺しをやっていきましょう。で、あ、もうこれはもう迷わず6二銀と上がってきたら迷わず桂を上がったんですが、早いしだ。ちょっと角道止められるのは辛いとこですね。早速桂損となってしまいました。叩きの歩、なんとか巻き返すために歩を叩いて、でもこれ飛車ブッチすれば馬作れるっていう形ですね。あ、なので当然7二金と上がってこられました。で、飛車ブッチのタイミング、飛車ブッチするしかないですね。もう乱すにはどのタイミング、あ、これはここですね。もうこのタイミングしかないと思います。で、王手金取りで、あ、そうですね、もう金取り受けるためには飛車しかないんですが、こちら竜を作れて、向こうは飛車を自陣に移すしかなかったということで、まあ、駒損ですが全然戦えると言いますか。あ、これで改めて、王手金取りが叶いました。これは飛車で受けれないと思うんで、そうですね、2分30秒。で、これは6三銀取りと、まあ、馬なりどちらもあるんで、ちょっとここで銀を取られちゃうと攻めが続かなくなっちゃうので、まあ、ここは素直に、飛車を取りに行きましょう。まあ、この一手ですね。で、まあ、馬作られたら5二金と手なりで、陣形を固めれるんでいいですね。で、飛車を取って、もう素直に飛車を下ろしておきましょう。で、この金取りを受けるしかないんですが、そうですね、もうここはベタ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 、2分しつこく張っていきましょう。でもかなりもうこちらが優勢になりましたね。お相手の方は、まあ、あるとすれば3、5、桂馬とかですかね。壁角を解消してきた手が5一にも効いてるんで、ちょっと攻め崩すのが難解ですが、まあ優勢には変わりないんで、まあ、もうしつこくしつこくやっていきましょう。相手の方どう受けるか迷われてますね。これはもう4一と1分30秒よく寄ってこれます、くれますんで、5二金としておけば銀がボロッと取れるっていう感じですね。まあ、もうこれで大優勢となったんじゃないでしょうか。なんでも角も取って、お前には物足りん相手じゃったかの。ありがとうございました。